紫の党は、共和主義を標榜するペルーの中道政党である。党首は、フリオグスマン。紫は、ペルーにおける、左派政党と右派政党を象徴する、赤と青の融合の意味合いで採用され、党の中道理念を象徴するものとなっている。フリオグスマンは2016年4月のペルー大統領選挙に、トドスポルエルペルー党から立候補していたが、 2016年3月に全国選挙審議会は立候補手続きの不備を理由にグスマンの立候補を無効とした。これを受けて2016年5月、グスマンは2021年の次回大統領選挙に立候補するために新政党紫の党設立の準備を開始すると発表した。2016年10月16から17日にグスマンはペリューの利まで 第一回党大会を開催し、党の理念や規約の制定など、党設立に向けた第一歩を踏み出した。2017年10月14から15日に、クスコで開催された第二回党大会では、党の地方代表者など1000人が集まり、政党登録書類を国の担当部署へ提出することが報告され、2017年11月18日に、正式に党が発足した。 2018年10月13から14日に、あやくで開催された第3回党大会では、党の地方代表者など1000人以上が参加し、党員登録、整備作業について報告、評価が行われた。2019年3月4日、全国選挙審議会の政治組織登録簿に登録され、選挙に参加できる党となった。 2019年10月25から26日にトルヒーリョで開催された第4回党大会では党の地方代表者など1800人が参加し翌年2020年1月の臨時共和国議会選挙に向けた指針の決定や一部候補者決定の報告など選挙準備が進められた2019年11月には政党バンカダ・リベラルに所属していた アルベルト・デ・ベラウンデとジノ・コスタが合流した。2020年1月26日に行われた2020年、臨時共和国議会選挙では、紫の党は、得票率7.4%で130、総議席中9議席を獲得し、ベラウンデ、コスタの両名も統制を果たした。2020年11月9日に、共和国議会によるマルティン・ビスカラ大統領の、 弾劾が可決され、それに伴いマヌエル・メリの共和国議会議長が規定により暫定大統領に就任するが、ビスカラ悲免に対する有権者の抗議活動の激化から、メリノも就任5日後に暫定大統領職を辞任することとなった。大統領、副大統領、共和国議会議長が不在で、ビスカラ大統領悲免に対する激しい抗議活動が行われている。 情勢か、共和国議会議員の内ビスから大統領秘面に反対した議員19名の中から共和国議会議長を選出することとなり、党所属のフランシスコ・サガスティが選ばれ、2020年11月17日に暫定大統領に就任した。2021年ペルー総選挙に備えるため、選挙参加登録が未再であったフエル・サシウダダナ等と、2020年9月に、 正式に政治協定を締結した。この合意により、LGBT 活動家のスーゼル・パレデスが、党に合流し、共和国議会選挙に、リマ選挙区から出馬することとなった。紫の党の大統領候補を選ぶ、予備選挙には、元ミラフローレス市長候補者のアレハンドロ・サンマルティン、共和国議会議員のカロリーナ・リサラが、党首のグスマンが立候補し、投票の結果、 グスマンが約77%の票を獲得し、党の大統領候補となった。総選挙の投票は2021年4月11日に行われ、大統領選挙ではグスマンは、得票率2.3%で落選。共和国議会議員選挙では、得票率5.42%で3議席の獲得の結果となった。選挙の敗北やグスマン党首の党運営への不満などから、 党内では、グスマン党首の辞任を求める声が高まり、また党有力者の離脱も相次いだ。共和国議会では、議会理事会に参加するためには、議員5人以上の院内会派である必要があったため、議員5人の、我らはペルーと合同の院内会派、我らはペルー、紫の党を2021年7月に結成した。合同院内会派結成に対して、 党の元共和国議会議員であるカロリーナ・リサラガは、会派を組む、我らはペルーへの不信や、党内調整不足を理由に党を離脱した。ありがとうございます。